まずはじゃあ企画があって、それでもう、うん、あのなこれはもう現物なんや、はい、これを今最大また、まあ、朝から一部しとんやからな、これを作ってくれっていうのがもう来るわけですか。うん、もうこれ注文が入って、これ今これ600層注文が入っとんや、はいはい、でこれちょっとまあ袋が200なのちょっと裁断しとったけども、はい、まあこういうのが決まったらこれを取ったりで、普通はこう、まあ、円単だからダーン流すけども、私はこんなあんま所詮がこうやって、これは昔の方法、これはあらだち言うて、はい、こういう、手袋骨、これは50センチなんですわ、はい、50センチの手袋作るには、53から4センチいるんや、長さがね、これにセットしといて、こうやって。この長さにね、落としていっちゃうんだよね。はい。で、まあ、仮にこうやって、これを荒出しというんですね。はい。でも、こんな丸い木のところはこうやって省いて。うん。昔から見たこれ。まあ、たまたま私はこれ昔ながらの方法でやるんですから。ああ。で、これがこの本体の長さというでしょ。はい。で今度、接触するには、今度、の親指とこの、ここで針でこんなのがあるんや。はい。で、これの寸法もいるんや。はい。で、これがまあ仮に、ここの針いうのはもう寸法決まってんやな。22センチぐらいいうの決まってるから、またこれを、ここで合わせて、まあ大体この、計算してな、はい、一旦だいたい一旦で計算して、ただこれではこれで、針の方を使っていくな。ああ。もう慣れたらな、この大きな包丁やけども。はい、さてはもう何もかもこれで切るん。へこんな細いんでもう何もかもこれで。へ日本なんかするのな。はあ、この機械使わんとな。はあ、そのが早い。はあ、でまあこれがこのここの針の部分の寸法。へで親指がねこのな。親指はこう指で書いてこの寸法で。あ、まあ、こんなん使えるとこそんなにもないんで、はあ、もうアルバイトの年代のもんばっかりと、はあ、裁断専門の人はこんなんしたらノイズが悪いでしょ、はい、だからもうダーン流してね一発にやるとする、はあ、そんなんなかなか見られんまあ、これあって、ほんでは、だいたいイルカの計算をして、起きるんですわ。うん、ほんで、今度は、切った部分をね、うん、これ指針で、この本体を、この、ここ、揃えていくのかな。うん、なんもうほんまこう、切ったら、なんか揃えるのかな。なんかこう半分にこう折って職人さんとやってこうこれ簡単に簡単なゲームするけどな、はい、なかなか揃わんのね、はい、これ前と言ったらピッとやったらちょっと揃うけどな、大体まあ5層な5層ぐらいで、はい、これは5枚やから、はい、これこうしたら5人分、はい、まあ仮にこれ、まあ、こんなんいっぱい作っていくんやいっぱいな、はい、うん、これで一応本体が揃いましたとな、はい、で今度はこの萩な萩も同じようにこうやって揃えていくな、うん、
それがメタテップですね。うんうん、これがこの部分ができました。で、今度これ親指ね。親指のこの指全体を覆う部分をこれで作るんですか。うん、これいやこう向き当たりあるね。これ二個入るんだもんな。そういうように計算して。はい。これでもこの1枚で1層になるんです。いやいや。あ、いや、親指はこんだけで。あ、はい、はい、うん、だからこれ今3枚、はい、4枚あげる、1回抜いたら4個いってるね。あ、はい、はい、うん、これで親指3つの部品の本体できましたと。はい、なこれをこれでこの子だち言うて、今度これをな、まあ、この昔はこの包丁で切っとったけど、まあ、今はこういう機械で打つんですわ。うん、で、もったいないで、普通ならパーンと放るけども、はい、で4本あるから置いてね、はい、ではこれはいらんとこを置いておいて、まあ、ちょっと使えるからね、これは、はい、これで一応本体が、はいはい、小立ちができる、うん、小立ちですね、うん、ほんで、ほんまはこれをこうやってね、また広げて合わせていって、ロスがないようにこうやって、まあ、ずっとこうやって、またこれ切るんやけども、今これを置いといて、でこれが今言った針の形ですね、はい、これは、いろんなこう幅があるんや、これは 4.5、 4分5厘ですね。針の部分をまたやっとするんや。で、まあ、この残った部分を捨てるところを、これやったらもったいない使えるやろ、はい、ほんでこれでってこう取ってるんですね。ほんだらもう手袋って金のロスがないんや。あ、なあ、これはちょっと見て確認して、はい、いけるものはこう置いといて、いかんのを置いて、こうやってこの部分を取るんや、はい、これで一応できたら、これを抜くに本体でね。この親指とこの本体とこれとで、こんだけのパーツで手袋ができるね。
んで、これで、この人の肌あるんな、はい、これはこの石なんで、これが、これをいっぱいこう、カードができるわな、はい、だもう何百も石っていうのははめて、はい、で今度これを積み返し言うて、これまた、このできた、これ専門があるから、はい、まあ、これまた今度これを積み返し言うて、この状態を表に返さないからね、はい、これをまた当初のおばあちゃんの仕事や、これをこうやってな、部屋にこの揃えていくのかな、だからもうできて、ここへ手持っていくと縫い代のここへ、なんぼ深い積んでもな中身つまんようにな、はい、手積んでも身つまんちゃう、ほんで悪いこう糸が出たところをちょっとこうチェックして、あ、うん、でこんなのをどんどんやって、うん、今度これを表へ返すの、ほんでこれをこうはめてここへこう入れてな、ほんでこうやってちょっとちょっとちょっとこうな、ほんでこうやって、構成して、はい、こういう、これからも仕上げになる、うん、仕上げにな、振りがねえの、はい、ロングはロング、はい、ショートはこういう短いな、こうやってな、こうやってな、そうな、これはロングだからこれ長いんで、はい、でこれをこう入れて、はい、でこうはめて、はい、ただはめるもはめてな、こうここは線ではまらんの、このまま入れたら絶対入らんけんな、はい、ここでちょっとひねる、ちょっとひねることによってはスッと入る、はい、これでから職人さんはこう指を置いて引っ張ってこうスロープ言うて、こうここで綺麗に揃えるようになる、うん、これするとせんとでも商品が生きるか死ぬかで全然違う、横揃えて、でここへこうな、ほんなこれが、はい、ちょっと今水掘りじゃないけどな、湧いたらこう蒸気がぐわーっと出てくる、はいはい、蒸気が出てきたらこの乾燥するんだけどな、要するにこう蒸気がかかったと仮定して、はい、ほんなこうこのこれを下へ下ろしてくるな、はい、これがな、はい、上が蒸気、うん、上がこう湧いてきた、ガスはここから下やけども、湧いたこう蒸気がこう上へこう、ここでおった蒸気がふわーっと、はい、でまず蒸気をかけて、はい、蒸気がかかって、だいぶしたら、この下ろすときにもう一遍引っ張って、はい、ほんで乾燥にかける、ね、ほんだら、まあ、こういうふうにな、やって、ほんで、これを割と乾燥でできたとしたら、はい、こうやってピシッとね、今のモサッとしたのが、うん、こんな状態のものが、うん、はい、な、ピシッとこういう、